対、戦争準備の秘密法反対、戦争準備の秘密法反対。で今日残念ながら秘密保護法は施行されました。でしかし私憲法研究者から見ればこれは、マスコミの報道取材の自由を規制し、そしてそれが国民の知る権利を制限し、手法についても民主的には決められなかった。そういう意味では憲法研究者としてはこれは憲法違反の法律だとはっきり言いたいと思います。これが本当に戦前の治安維持法のように魔力を持った法律として人民の基本的人権の弾圧に乱用されるかどうかは、我々がどれだけの反対の声をこれ今後も続けていけるか、萎縮しないでちゃんと発言していけるか、活動していけるか、そのことにかかっているのではないかというふうに思います。法廷秘密の反対、報道規制絶対反対、報道規制絶対反対、廃止するまで諦めないぞ、廃止するまで諦めないぞ。とにかく私たちがなんかぼんやりしてることの中で、全てのことがもうどん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 進んでいってしまっている。私たちが分からない怖さが始まりっているんじゃないかなって、そういうふうに思います。やっぱり市民一人一人の責任が問われてるっていうふうに思うんですね。ここで何もしないっていうことは、やっぱりあの安倍政権をそのまま OK と認めてることになってしまうと思うので、とにかく私認めない人たちがいるっていうことをあらゆる手段で示さなきゃいけないと。それは自分で確認する意味も含めて、それから周りの人たちにこういう選択肢があるぞっていうことを問題提起する意味でもここに来て声を上げています、まあ、とにかく少しでも多くの人が同じような思いで立ち上がってくれることを期待しています。